新井です。新井からジョン・チュンク、レアンドロ、イバ、レアンドロ、これもワンタッチだ。オフサイドはない。さあ野村だ、野村シュートはナイスセーブ、ハタミドル。いやもう今もねお手本みたいなあれでしたね。今イバ選手のポストプレーからダイレクトでレアンドロ選手が前に出して、そこに野村選手が今走り込んでるんですけどね、典型的な3人目の動きで裏取りましたよね。いやギリギリに飛んでいたシュートを畑実よくセーブしました。このゴールキーパーの畑もね、はい、熊本県出身です、はい。